どうも、三浦です。マインクラフトをやっていきましょう。いやー、今日はね、マインクラフトはマインクラフトなんですけど、これ P の方なんですね。何をするのかというとですね、じゃじゃーん、こっち見てください。お家がありますね。まあ、このお家はですね、マスオ TV さんが作ったお家なんですけど、私はですね、今回、このワールドに何か建物を作っていきたいなと思います。まあちょっと豆腐建築と言われるぐらいなんで僕あんまうまくないんですけど、いやーしかしマスオさんの家はすごいっすね。さすがマスオさん、めっちゃ作り込んでる。このワールドはですね、実はおしゃべりマルチというアプリの方で公開されているので、皆さんもおしゃべりマルチをダウンロードしてこのワールドに遊びに来てください。下の説明欄の方に書いていきたいなと思います。じゃあ早速作っていこうか。いや、こんなすごいのはね、ちょっとさすがに作れないから、まあ、ちょっと考えよう。何がいいかな。よし、もう私はもう作るの決めましたよ。なるべくこのマスオさんの家はね、傷つけないように。こんな素晴らしいお家なんでね。うわ、家でっかいね。あ、やべ、ちょっと待ってくださいよ。お花が咲いてる。これ作んのに結構時間かかったんじゃない？お花が咲いてる。あ、これ以上先に行けないの、もしかして。あれ、何ここ。え、ここどうなってるんですかね。なんかクリーパーの頭が置いてあるけど、あれあれ、俺ちょっと迷っちゃった。え、ちょっと俺ちょっと待って、いきなり帰れない感じになってんだけど。ダメじゃん、いきなりゲームオーバーじゃん。ということでちょっとやり直そう。よし、戻ってきた。あぶねえ、何だったんだ今の。あれ、なんかここ見覚えあるんだけどすげえ見覚えある。なんかこれ昔俺が作ったやつじゃないかな。ここはですね、あれですね、ボンボン TV で、えっちゃんよっちゃん、えっちゃんよっちゃんってなんだよ。えっちゃんとよっちたちと一緒に作った学校ですね。よし、戻ってきた。戻ってきました。作っていきましょうか。どうしようかな。ここら辺にちょっと作っていこう。ちょっと離した方がいいかな。まずブロックを置いて、あ、間違えた。まずはこんな感じに交互に8ブロックを置いて、次はこの上に色違いに置いていく。そしたら次は横にも置いていきましょうか。こんな感じで横は4ブロックかな。で、後ろも置いて、で、今度はここ。ここもブロックを置いていく。さあ、とりあえず完成。なんか四角い箱ができました。さあ、お次は4マスちょっと開けまして、1、2、3、4マス。で、またさっきみたいにブロックをね、ちょっと置いていきましょう。これが足になるのかな？まあ、なんかの足を作ったんですけどね。じゃあ今度はこの上に、ちょっとブロック置いていこう。ブロックを、あれ？この色でいいのかな？ちょっと違うような気がしてきた。間違えた。黄緑色の羊毛が欲しいんだ。これだ。これか。よし。じゃあこの上にブロックを4つ置いていきましょう。4つって結構高いね。こんなもんなんだ。はい、完成しました。こんな感じでブロック4つ積んでみましたね。じゃあちょっとこっち反対側も全く同じ感じに積んで、ちょっと積んでいきましょう。そしたらですね、今度はこの上にちょっとブロックを置いて、ちょっと待ってよ。ちょっといらないところに置いちゃったな。これいらないでしょ。そしてここもいらないんだ。こんな感じで、これを高さ10ブロックということで今1個置いたんで、あと9個ですね。9個高いな。2、3。これで3個目、4個目、5個目。そろそろ何作ってるのか分かってきた人いるんじゃないですかね。それ以前にサムネイルでバレバレかもしんないけどね。いや、もしかして初めてかもしんない。こんなに本格的なもの作るの。よし、とりあえず。とりあえずこんな感じになりました。
いやここまで作るの結構時間かかってんだけど、いやこれすごいよね。改めてこれどれだけ時間かかったのかな。ね、ちゃんとお花もあるし、ちょっとこれ以上いっちゃうとね、さっきあれ、あ全然いける、普通に。なんかさっきのバグったのかな。よし、ちょっと戻ろう。大きさ的に負けてるぞちょっと。そしたら次は頭の部分だね。もう自分で頭の部分って言っちゃったけどな頭の部分って言っちゃったわ。ここですね、2マスちょっと出っ張らせて、 8×8 の正方形ですね、ちょっと作っていきましょう。これが 8×8 の正方形になっているんじゃないかな。で、高さが8、高さ8って結構あるな。これで3でしょ。4、5、6、7、8個。頭でかくない？こんなに頭でかかったんだね。いやー、クリーパーってこんな感じだったんですね。じゃあ頭蓋していこうか。よし、いい感じだぞ。あと何が足らないのかというと、今のっぺらぼう状態になってるんで、この状態だと全然クリーパーっぽくないね。やっぱ顔が重要なんだよ、顔が。じゃあちょっとイケメンに作ってやろう。クリーパーってどんな感じだったっけ？まずね、なんか黒い感じのブロックが必要だと思うんだよね。これかな？石炭のブロック絶対違うと思うな。羊毛かな？まずね、多分ここら辺に、ちょっと今見本見ながらやってんだけどね。こうやって、ここにウールがあって、で、この上にブラックか。ここに黒のウールを置いてあげる。で、さらにここ2つ壊して、こんな感じだったんだね。あんまなんかクリーパーの顔そんなにまじまじと見ないからさ。そしたら次は目ん玉だね。目ん玉。ここに黒。あ、結構寄り目なんだね。こんなに目寄っちゃって大丈夫かな、もう。あ、かわいい。この状態すごくかわいい、なんか。で、ここの周りのブロックをちょっと壊してあげて、ここに、中にいらんブロック置いちゃってんな。よし、完成！ちょっと離れてみよっか。あれ？こんな感じだったっけ？まあ、確かにクリーパーと言われればクリーパーだけど、しかし結構でかいな。どんな感じですか？サイズ感的には全然引けを取らなくなりましたけど。さあ、どうしよう。一応外観はできたけどさ、これ中に入ってみたいよね。ちょっとなんか秘密の入り口みたいなのちょっと作っていこうかな。どうしよう。ちょっとここをこっそり壊しちゃって、ちょっと中入っていこうか。お、なぜかよくわかんないけど、中が結構明るい。なんで明るいんだろう。あ、これやったら暗くなっちゃった。あ、それでも結構中が明るいな。あ、そうか、ここ空いてるからか。当たり前か。そしたらですね、まずなんか照明をちょっと作ってあげようかな。で、どうしよう。これ階段で上に上がっていくみたいな、そんな感じにしようかな。とりあえずちょっと上に行きたい。ここにちょっと照明を。あ、ついた。なんかおかしなところについちゃったけど、まあいいか。ね、ちょっとホラーハウス的な感じになったぞ。ちゃんとここ鉄のドアにしてあげて。ちょっと中に入れません。ちょっと中入れませんけど。あれ？中入れない？これ鉄のドアってつけたことないんだけど、ちょっと別のやつに変えようか。お、開いた開いた。なんでさっき開かなかったんだろうな。で、ここにはしごを作ってあげて、ちょっと上に上がれるような感じにしよう。こんな感じで上に登って、ちょっとここぶっ壊してみようか。あー、ちょっとマインクラフト PE でこのはしごやったことないからね。ちょっとおうおう、こう壊れた。上に登るとここ、あ、ここに出るんだね。そうかそうか、こういう感じになってんのか。じゃあここはしご足して、ちょっと一旦降りるでしょ。これでこの中、また中に入ればいいんだね。中に入る、トンで、ここまた中入って、また真っ暗だな、ここ。ちょっと暗いな、照明置こうか。ここら辺にちょっと照明、暗っ、何も見えない。お、ついたついた。これ多分あれかな、ここぶっ壊していけば頭の中だね頭の中めちゃくちゃな感じになってる、これ。ブロック、
ちょっといらないやつちょっとどかしていこうか。ちょっと暗いんで、なんか明かりにあるやつをこう置いて、あ、こんなにいらない。はい、ということで完成したんですけど、どんな感じですかね。あれからちょっと、この地面のあたりとかもいじったりして、マスオさんの建造物から勝手に道路も引いちゃいました。いやー、僕もね、最近マインクラフト再開したんで、早くこういう立派なやつ作れるようになりたいですね。いやー、しかしこれ時間かかったんだろうね。これはちょっと俺には作れないや。はい、ということで今回作ってきたこのワールド、おしゃべりマルチというアプリをダウンロードしていただけると、こちらのワールドがですね、遊ぶことができます。下の説明欄の方にダウンロードするための URL 貼っておきますので、このワールドでぜひ遊びたいという人はですね、おしゃべりマルチをダウンロードしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。